今回は吉祥寺東急霊ホテルを紹介するよ。もみじはなんで吉祥寺のホテルに泊まったん？新宿にはたくさん安いホテルもあったでしょう。吉祥寺に住む友達に誘われて夜中まで飲んでたから結果的にこのホテルに泊まったの。駅から近いの？京王電鉄の柏線の吉祥寺駅はすぐそばにホテルはあるよ。吉祥寺って割と新宿駅から近いよね。そうなのよ。新宿から中央本線で約15分の場所だね。新宿にはオフィスや飲み屋があってバラエティに富んだホテルも多いけど、吉祥寺に宿泊する需要はたくさんあるのかな。確かに予算や目的に応じて選択の余地が広いのは間違いなく新宿の選択位置よだろうね。もみじちゃんはなんで吉祥寺東急レイホテルに宿泊したの？友達と吉祥寺で遅くまで飲むことになってたからなの。ホテルはどうだったの？寝心地の良いベッドに遮光カーテンのおかげでよく眠ることができたよ。バスタブも入浴しやすい形でゆっくりお湯に浸かることもできたわ。確かにバスタブはユニークな形で、部屋も清潔感があって快適に滞在できそうじゃね。吉祥寺に宿泊するなら吉祥寺東急霊ホテル一夜じゃね。